ニコライ・ニコライエビチ・セミョーノフは、ソビエト連邦サラトフ出身の物理学者、科学者。1956年にノーベル科学賞を受賞。1913年にペトログラード大学物理学部に入学する。アブラム・ヨッフェに指示し、1917年卒業。1918年サマラに移住。ロシア内戦の勃発に伴い白軍兵士として従軍した。 1920年、ペトログラードに戻り、物理技術研究所の電子現象研究室で研究を行い、後には副所長となった。1921年に、文献学者のマリア・ボレシェリベロフスキーと結婚するも、そのわずか2年後に失う。1922年、ピョートル・カピッツァと共に、原子核の磁場を測定する方法を発見した。 後にその方法は改善されたものが今日では、シュテルンゲルラッハの実験として知られている。1923年、マリアの名、ナタリア・ニコライブナ・ナブルチェバと再婚。彼女との間に、数を数目を設ける。1925年、ヤコブ・フレンケルと共同で、結露の動力学と蒸気の吸着についての研究を行った。1927年には、 気体のイオン化に関する研究を行い、電子の科学という本を出版した。1928年、有電体の温度破裂法電理論の研究を行う。1928年、ペトログラードポリテクニカル研究所の教授職を得る。1931年、ソ連科学アカデミーの科学物理研究所の設立に参加し、所長となった。 1932年にはソ連科学アカデミーの会員となった。科学反応に関する研究は1932年になってからである。燃焼における連鎖反応について様々な分析を行った。酸化プロセスにおける導入段階に関する現象を説明する縮体分岐反応理論を提唱した。それらの研究の結果をまとめた2冊の本を執筆した。 1934年にケミカルキネティクスチェーンリアクションズが発表され、1935年に英文版を発行した。これらの反応速度論等の功績に対し、シリル・ヒンシェルウッドと共に1956年ノーベル化学賞が与えられた。1959年にはポリアクリロニトリルに放射線を照射することによって半導体の性質を備えることが、 ニコライセミオノフたちによって報告され、審議をめぐり議論されたオックスフォード大学、ブリュッセル大学、ロンドン大学、ブダペスト工科大学、ミラノ工科大学などの大学の名誉博士も務めた。ありがとうございます。